胸エイソは、バニトカゲギスモク、胸エイソカに属する中不可創性の深海魚である。全世界の温帯、熱帯域で見られ、日本でも太平洋岸に出現する。最大でも、全長5センチメートル程度の小型魚であり、体は高くて短く、平行四辺形状の特徴的な体型を呈する。腹部には発光器を持ち、 光のわずかに届く中深層でカウンターシェーディングの役割を果たしている。ムネエソはワニトカゲギスモク、ムネエソ科のムネエソ属ステルノプティックスに分類される。本種はフランスの博物学者ジャン・エルマンによって1781年に初記載されている。本種はムネエソ属のタイプ種である。ムネエソステルノプティックスダイアフィナムネエソは対抗が高く、 一しく側変した体型を持ち、最大でも全長 45mm ほどにしかならない小型魚である。体型は、騎し型から斜め後方に歪んだ平行四辺型になっている。口はほぼ垂直に開き、微小な葉を持つ。糞は小さく、目は大きい。背びれは9から12何情、尻びれは13から14何情からなる。尻びれは、 体の中心より、やや前方から始まって、おつかぶまで続き、その規定部には透明域が見られる。目の下方と後方、災害及び体側下方には発光器が存在する。配色は暗色で、体側は銀色の体色を示す。本種は全世界の温帯、熱帯域の深海に生息するが、赤道近海では比較的稀である。 水深300-1500メートルの中腹仮想海域で見られるが、水深600から900メートルで水温が4摂氏11度程度の海域で最もよく見られる。近縁種と同様、日周延直移動を行うと見られている。日本では北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸で見られる。本種は小魚やオキアミ、十脚類、貝足類、 単脚類などを捕食する。大型の個体はより大きな生物を捕食する傾向がある。植生は地域によって異なるが、特定の生物をり好みすることはなく、単に遭遇したいものを捕食していると推測される。他の中腹荷層制魚類と同様、背側は暗い体色を示す一方で、腹部では発酵器を用いて発光することにより、わずかに光の届く環境の中で、 カウンターシェーディングを利用して身を隠している。本種は非常に広い生息域を持ち、個体数も多いことが推測されている。このことから国際自然保護連合は本種の保全状況について定期検修と評価している。ありがとうございます。